勝負のフリーを迎えた羽生結弦、ショートを終わってネイサン・チェンを追う展開にも悔しいけどもう前を向いていますと力強く話しました。全ての思いをぶつける戦いがいよいよ始まります。イタリア・トリノを舞台に始まった頂上決戦、3年ぶりの出場となった羽生結弦は坂のミスでショート2位発進。最大のライバル世界王者ネイサン・チェンを追う形となった。数々の逆境を乗り越えてきた男が今夜運命のフリーへ。封印していた4回転ルッツを含む4種類の4回転計5本、羽生史上最高難度のプログラムで勝負。頂点に近づくのは果たして、羽生結弦対ネイサン・チェン、今シーズン初の直接対決に世界の視線が注がれた。そして迎える今夜のフリー、逆転優勝へあの大技への挑戦に注目が集まる。4回転を4種類計5本予定、羽生史上最高難度の構成で挑む。ここまでは見えない頑張れが詰まってるアクエリアス、後世とご覧のスポンサーがお送りしました。自らの映像を確認しているんでしょうか。羽生結弦は5番目です。といってもすでに第一滑走金博洋は演技を終えました。まあ、金博洋が実は朝7時からの公式練習に姿を見せずに少し心配したところもあったんですけれども、そうですね、6分間の練習を見ていましても、はい、体はすごく動いていたので、はい、まあ、そういう調整の仕方も、まあ、本人の中であったんだと思いますね。まあ、もしかしたらコンディション万全で、ここからは後世ロッテとご覧のスポンサーの提供でお送りします。羽生結弦はなぜ試合前にガムを噛み始めたのか。噛むことの力、スポーツの力。ガムにはまだ知られていない事実がある。噛むことの力、スポーツの力。例年以上の何か特別な空気が場内パラベーラを包んでいる今年のファイナルです。まあ、小田さん、はい、IEF もシニアデビューした2シーズン前にはヨーロッパ選手権、オリンピック、世界選手権経験してきましたけれども、何かこういろんな空気の中での、ね、演技、悔しい思いがあったかもしれません。冒頭の4回転ルッツ、本当に素晴らしいジャンプでした。はい、さあ得点が、ただそれ以外の4回転トーループが抜けた以外はきちんと飛んでいましたので技術点に入ってきますね。特に最初の4回転ルッツトリプルトーループは出来栄えの速報でも2点台後半という評価が出ていました。もうこの次にフランスチャンピオンのエイモズが滑って、羽生、そして最後にネイサン、素晴らしい出来でしたね。さあ、そしてこの空気の中でいよいよこの後羽生結弦登場です。今リンクの上には羽生結弦ただ一人です。いよいよ羽生結弦史上最高難度という表現もされていましたが、最も難しいプログラムに挑む時間ですね。そうですね、今この時間にも4回転ジャンプ綺麗に飛んでましたね。はい、小田さんはどのあたりがこうポイントになってくるというふうに考えていらっしゃいますか。やはり冒頭の2本の4回転ジャンプですね。4回転ループ、はい、4回転ルッツ、そこがポイント。
世界選手権はこの羽生結弦選手が世界最高のフリーで優勝した時直後に登場して自身は思うような演技ができませんでした。